日本すご研究所。今日は東京大学西田智之研究室です。西田先生はですね、文字通り世界の CG 界を牽引する研究者の一人なんですね。特にですね、リアルに CG 映像を作り出す方法で有名なラジオシティという方法ですね、世界で初めて開発された方で、もう世界でも本当に有名な方なんですよ。それではまずですね、こちらの映像からご覧ください。西田研究室のカバーしている研究を紹介させてもらいます。まずは照明効果に関するもので、線状の、蛍光灯のようなものとか、さまざまな光源を扱う照明効果をやっております。2番目がですね、自然物といって、雲とか山とか水中の光の効果とかいったものをやってます。で、この真ん中にあるのは、形状処理とかレンダリングと言われているもので、特に有名なのがレートレーシングという手法がありますが、そのレートレーシングでいろんなものを描くという一番 CG の基本になる部分の研究です。で、次にインタラクティブ表示といいまして、マウス等を使って会話的に計算機で何か絵を描けるようなものです。で、最後に非写実表現といいまして、これは俗に NPR といいますが、ペンで描いたようなものとか、モザイク風とか油絵風とかあります。で、このように非常に広い範囲を研究してるんですが、それはなぜかというと、これ1970年から研究を開始しましたんで、もう43年の歴史がありますんで、先ほどのこういった一個の分野だけをやる研究室が一般には多いんですが、いろんな分野を経験上広くカバーしています。この研究室の最も特徴というのは、3、4点あるんですが、一つはラジオシティと言われる方法、光の、壁からの反射とかそういった効果まで考えるとよりこう美しくなるんですが、それの研究です。で、世間ではコーネル大学と同時発表と言われてるんですが、実際はその1年半前に日本で発表しているんで、そのラジオシティを世界で最初にやったのは日本人だということを、ちょっと強調したいと思います。あとは実際の世の中、ぼやけた影が普通なんですね。ところが20年ぐらい前までは、影はくっきりした影しか CG ではできなかったんで、ソフトシャドウという言い方もしますし、その影のぼやけた部分を反映というんですが、その反映も世界最初で1982年に、開発したシグラフという学会で、このアート部門で入選したんですが、研究というより、で、先ほど言った、ラジオシティは1985年に、シグラフで、発表しました。で、こちらは、局面の表示をいかに効率よく、精度よくやるかというのでベゼークリッピング法と呼んでます。このベゼーというのは有名な曲線で、制御点だけを入れれば線が簡単に描けるというものですが、そのベゼー曲線の組み合わせでベゼー曲面というのがあるんですが、そのベゼー曲面で定義した曲面を多角形に近似しなくて、直接描けるというので精度よくできるというので、これはこのアイデアを利用して商品化もした会社があります。これ90年頃ですね。で、あと特徴はこの水の中の、これイルカに見えますが、本当はシャチなんですが、シャチの背中にパターンが見えたり光の筋が見えたりするんですが、こういった効果を、効率よくできるようにしました。さらに、雲は水蒸気の集合ですが、蒸気の、相互反射、光が当たると水蒸気に当たってそれが跳ね返って何回か跳ね返って人間の目に届くんですが、その効果を、忠実に計算することによって雲の色、太陽の、方向と、さまざまな条件によって雲の色が決まるんですが、そういう雲の色をちゃんと科学的に計算しようとかいう研究があります。そういった研究をいろいろ続けて、で、結局このシググラフという学会には、17個の論文を発表しました。それでその成果が評価されてクーンズ賞というのをいただきました。これはアジアでは
私が一人で12人目の受賞者で、ちょうど私が、受賞講演をした後がジョージ・ルーカスの講演ということも、まあ、興味深かったことです。あとは、まあ、のヨーロッパで有名なユーログラフィクスという学会がありまして、我々の分野ではシブグラフかユーログラフィクスに論文が何個通るかというのが一つの、まあ、ステータスを決めるわけですが、そちらも、まあ、それなりの数がありまして、両方合わすと、まあ、35個以上になりまして、まあ、1年に1個はどっかの有名な学会に通ってたことになります。今いろいろハリウッドからの映像で皆さんすごい素晴らしい映像を見ておられますが、実はそういったあの技術の基礎になる部分も、まあ、日本初の技術がいろいろあるということはあまりご存じないかもしれません。まあ、あの日本でいろいろやった技術が実は、学会で発表後それをヒントにいろんな映像につながっているというのも、まあ、知ってもらえたらと思います。ということで、あの一応いろいろ頑張ってきましたが、定年には勝てませんので、一応来年からは大学を移ってそちらで研究しますし、民間の会社で研究所を設立するわけですが、それはあの、私が研究を、まあ、急に辞めるのはもったいないということで、まあ、あの支援してくださります会社がありまして、これはユビキタスエンターテインメントと言いまして、研究所名はユビキタスにちなみまして UEI リサーチという名前の研究所を設立して、まあ、今後も頑張る予定ですので、皆さんあのよろしくお願いいたします。西田先生のプレゼンテーション、すごい分かりやすかったですよね。なんとですね、この西田先生、CG 界のノーベル賞といわれるクーンズ賞という賞、これ素晴らしい賞なんですが、日本人で唯一受賞されているんですね。で、今やですね、映画など映像ではですね、CG は当たり前の時代なんですけども、こうして我々が CG 映像を楽しめるのは、まあ、いわば西田先生のおかげと言っても過言ではないと思います。そんな研究者が日本にいるということだけでも素晴らしいことですよね。西田先生のこれからの研究もさらに私たちは期待してしまいますよね。ぜひ西田先生にはこれからもどんどん頑張って素晴らしい研究を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。